はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきたいと思います。どうもどうも。動画の途中ですが、ここでプレゼント企画。この動画をご覧になっている方の中から1名に、現在実況しているファクトリオをプレゼントします。ファクトリオを少しでも多くの人にプレイしてもらいたいので、ファクトリオ未プレイの方、ぜひ応募してね。そして、Steam のゲームになるので、パソコンを持っていて、Steam アカウントをお持ちの方、もしくは当選を取得できる方でお願いします。応募方法は、下記のメールアドレスまで、お名前と動画の感想などを明記の上、メールを送ってくださいね。何も明記がないと当選無効となるので注意してね。嬉しい感想などを書いてくれると当選率上がっちゃうよ。締め切りは7月10日までとなります。当選はメールの返信をもって返させていただきます。返信は下記のメールアドレスよりお送りしますので、迷惑メール扱いにならないように事前に対応お願いします。ご視聴の皆さん、ぜひ応募してね。待ってるよ。それでは動画の続きをご覧ください。今回はこの辺もうぎゅうぎゅう詰めになっているところをですね、ちょっとスペースを確保するべくちょっと改築をしようかなと思いますね。例えばここのね、銅鉱石銅の銅板を作るところをね、もうちょっとこう流すのこっちにして、でこれをもうちょっと増やして、で、まあ、この辺ももうちょっと増やして、でこの鉄板を作っているところをもうちょっとこっちにね寄せて、でここもスペースちょっと寄せてて、最終的にはここを開けて鉄板を全部均等にいろんなとこに配分させてやってもいいのかなみたいな、そんな感じでね、やろうと思います。はい、まあ、それでちょっとは多少は改善されるかなとは思うんですけどね。ちょっとね、ちょっとね、ほんとちょっとだけ。で、あとあれだね、ソーラーパネルも置いてやらないとあかんですね。ね。ソーラーパネル溜まってってるかな。お、十分溜まってますね。はい。とりあえず今ちょっとね、生産力モジュール3まで作るように結構してるんで、いろいろ作れないものが多々あると思うけども、とりあえずできるところだけやっていこうと思います。じゃあまず、銅鉱石をね、流すとこから始めないといけないので、どうしようかな。ここから、こんな感じで流すようにして、ここでこうして、でここも今ちょっとまだあれなんで流さないですけど、こんな感じでねやって、ここのちょっと電柱一回撤去していいかな。この辺いる？いらんよね。おっとおっとおっと、そこ繋がってなかったんか。ごめんなごめんな。じゃあこっちにするわ。こっちに、はい。で、これはあと、こう上に、しあればいいんだよね。はい。OK ですかね。で、どうしよっかな。数増やすようにした方がいいかな。もうちょっと、増やすか、増やした方がいいよな。増やした方がいいけど、あるな。2個分かな。じゃ2個分。はいよ。かな。 OK で、ここももう一回2個分。
これで数増えたね。んで、ここをね、こいつもうちょい増やしたいんだよね。ってなると、ここ一回上に上げてこうするようにしないと。あとこれいいやつに変えてやればいいんだけど、ちょっと今作れねえからな。一旦これを何個ぐらいでするようにしよっかな。でもそんな作っても銅板が少なかったら意味ないんだよな。あ、これコピーすればよかった。コピー、コピー。おー、マジか。あー、やばいやばい、これどうしよっかな。めっちゃ時間かかるもんな。一回キャンセルするか。また裏で作るようにしときましょう。おお、いっぱいね、しもさよいしょ。さあ、置いてて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 。さあ、これでどうだ。OK。 こっちの銅板も分けてやってもいいのかな。な、めちゃくちゃ溜まってってもんね。溜まってってるけど、あ、でも後ろも溜まってってんな。この辺、まあ、あれだよな。そんな、まあ、あとあれか。いいやつつけてるもんな。で、どうしようかな。これもうちょっと上上げてやろうかな。で、とりあえず銅板、こっちがちょっと少ないのが引っかかるけどな。引っかかるよな。まあまあ、でも大丈夫か。ここがもうちょっとたんまり欲しいとこなんだけど、とりあえずもある分だけでやるか。あ、そっか、今もう作れるから、そうか、あれ持ってないんだ。んで、次ここを寄せないといけないですね。こっちに。これがちょっと邪魔なんだよな、ここな。ここ邪魔なんだよな。ここ邪魔なんだよな。こいつがな、もうちょっとスリムタイプとかあればいいんだけどな。でも確かさ、モッドにさ、アンテナ式のってあったよね。あれ、あれ欲しいな。あれ欲しいな。全然できおらんな、こっち。こっち、あれだね。あっち、こっちよりあっちの方がいっぱい溜まってんだけどな。こっちのパッシブにしとくか。こっちのね。ここか。ここか。してないもんな。でもこっちからも取り始めたら困るけどな。あ、やっぱ取りに行くよね、取りに行くよね。とりあえず全部パッシブにしとくか。ロボットに搬送させるっていう風にもしてもいいんだけどな。ちょっとな、まだな、まだな、やだやな。
回ちょっとキャンセルするか。違う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 、なんか変なし。オッケーオッケーオッケー。ただ逆に早く作りすぎて下まで行ってねえな。まあまあまあ、でもあれやな、ええ感じやな。じゃあちょっとこれをずらしていこうかな。ここがな、こいつがな、こいつもうちょっとずらすか。ずらすのでこっちに、ずらして、でここをこいつがここら辺流れるように、いやこっちか、ここ流れるようにって言って、1マス分しか2マス分しか寄せられねえな。ね、あー、ここでしかも邪魔になってるし、どうすっかな、移動させるかな、移動させるかな、移動させるか、こっちにするか。オッケー、オッケー、よし、だいぶ隙間が空いたな。でこいつ、これ、もらおうとっか。なんで俺これ、あ、貯蔵言っちゃった。貯蔵チェストやんな。んで、この石炭を、ちょっと、こいつに沿うように、行かせるか。これか。あ、やべ、異物、危ない危ない危ない。よし、これで OK かな。んで、こいつが邪魔なんだよな。こいつが邪魔やねんな。でもここにないと、ここにない中心点やからな、だいぶこの辺の。ここではダメかな。あー、若干入ってんのか。あー、そっち側か。そっち側どこでカバーするかな。ここ、まあでも特に今回収するもんないからいいか。でこれをここまでしか来れないから、とりあえず、じゃあペーストじゃない、切り取って、切り取って、とりあえずこんな感じ。あ、なんかごめん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 、ここ入れて、ここ入れて、ダメだダメだ、あれ、こんだけだっけ？ちゃんといっぱいあったと思ったんやけどな。あれ？満タンになってたと思ったんだけど、あれ？んでだ。んで、ちょっと切り取って、増やすかどうかは置いといて、とりあえず切り取って、で、ギリギリまで。
ってきて、OK。 でこれをで、ここ何マス分ぐらい開けれるんかな。結構開けれるよね、ここ。ここどうしよっかな、あんま増やさんでもいいしな。歯車やからな。どうしよっかな。ってなると、そう、これをね、これをね、置いてやらなあかんね。やべ、いけるかな。で、はい、これな、これ先こうするか。ドラム缶、ふう、オッケー。これで、どうしようかな。2個分ぐらいは作っといて、いいかな。どうしようか。全体的に、まず、こっちに寄せようか。大丈夫か。大丈夫。大丈夫。うわ、お、え？そこね、そこな。そこな、そこな、こ、おお、ここは見えねえ、やべえ、ここ見えねえぞ。どうしようかな。んで、あ、そうだ、あれだ、とりあえず暫定だけど、ピッピッピッで、ここで2を作って、でここで3作っ、ここで3作るか。でここに入れて入れて、で、ここに、で、OK か。すれば、ただ均等に取って入れてくれるか知らんけど、よいしょ、これで、あ、そっか、1を入れてやらなあかん、これか。とりあえず刺しとくか。OK、 これでとりあえず現状の数で、作ってってくれるから、いや、 OK、 すっきりした。まあまあまあ、ちょっとこんな感じでね、寄せて、あ、こいつも邪魔や。こいつも邪魔や。これもずらすか。とりあえずちょっとこっちら辺をちょっとなんかスペースを設けておきたいから、この辺するか。お。じゃあ、これじゃない。こいつは撤去して、でこの辺の撤去しといて、
あー、ここ、これが邪魔やな。これ邪魔やな。どうしよっかな、どこ通すかな。ここ通すか。したらほうがいいよな。この中にあまりパイプはもう置きとうないな。ここか。オッケー。あ、そっか。あ、そうや。ここ負けなあかんやん、これ。よく考えたら。もう、マジか。負けなあかんかったやん、これ。入ってきてる？送られてる？ちゃんとこれ。来てなくない？大丈夫か。送られてるよね。大丈夫かな。なんかどっか、俺の場合いつもなんか俺の工場って大体さ、どっかで切断されてんだよね。大丈夫かな。大丈夫だよね。OK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 
ねえ、ボンミスが多い私ですけどもね、まあ、こんな工場ですけど愛してやってください最後までね。で、そうそうそう、まあロケットまだ全然打ち上げもできてないんですけど、こう全然、え、ちょっと待って、あー、そっか、向こうに持ってってくれてんのか、びっくりした。今8個置けてます。あと2個置いたら、あー、あと2個置いたらと思ったけど、どうしよっか。なんかちょっとこれ、この置き方だと10個って変な感じだよな。あー、どうしよっかな。まあ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 、はい、まあまあまあこんな感じでいいでしょうかね。さあ、まあこんな感じで、のんびりとやっていきましょうね。はい、まあこれちょっと裏でやるかまた次回やるかはわからないんですけど、とりあえずこれをね次寄せて、でスペース作って鉄板をちょっと合流して均等に全部いくようにやっていけば、多少はこの軽量材料が、軽量化材料、違う、軽量化素材がもうちょっと作れるんじゃないかなと。まあ要はつまり鋼材がもうちょっと欲しいんでね。言うて鋼材あれだな、物、鉄板はあるな、あれか、鋼材がもっといるのか、鋼材がもっといるやな。鋼材を作る、どうしようかな、でここで鋼材を大量に作って運ぶようにした方がいいかなね、そうした方がいいよね。まあ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 、はい、まあまあまあ、はいまあ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 、でもさ、でもさ、鋼材さ、こんだけやってもさ、あんまないんだよね。ほら、こんだけさ、ぎっしり詰まってんのに全然できないんだよね。鋼材やっぱえらい時間かかるな。レベル3ぐらいつけといた方がいいのかな、鋼材な。電気量もうちょっと早くなれないかな。
電気炉早くする研究ないもんな。ないもんな。ないもんな。ちょっと早くこの辺も研究しなきゃな。まあとりあえず、スペース確保するというのは課題でやっていきたいと思います。はい、大丈夫かな。最近ちょっとバイター激しいんだけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。